ブレイクタイム。はい、どうもこんにちは、ロクセグルです。今日はこちらのですね、スプラトゥーン武器コレクション2を買ってきたので、双子ですね、早速紹介していきたいと思います。こちらですね、1箱410円と割と高くて、あんま大量に買えなかったんですけれども、まあ全部で8種類ありまして、1番からスプラシューターコラボ、バケットスロッシャー、パブロ、パブロヒュー、スプラスピナー、スプラスピナーコラボ、若葉シューター、モミジシューターの8種類となってます。で、この中で僕が狙ってるのはスプラシューターコラボか若葉シューター、モミジシューター、ここら辺をね結構使います。なんか後から出てきた武器って確かに強いっていうイメージがあるんですけど、割とね最初の武器も僕使ってたりするんで、まあ、シューター系をちょっととりあえず狙いたいです。それじゃあ早速やっていきましょう。まあ、最近ね、あれです、もう今月かな、スプラトゥーン2が発売されますけど、皆さん買う予定ですか？僕スイッチすら買う予定ないんで、ああまあそういうこと言えないですけど、どうだ、どどん、あ、来た来た来た、狙いのものが来ました。こちらはモミジシューターですね。モミジのような星型のやつが、ちょっと後で組み立てましょう。あのクローバーのラムネが入ってます。次はなんだ、被らないでほしいけど、ん、あ、来た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 、こちらクローバーのラムネ。やばくないですか、この運、この運どうですか、8分の3の確率で当たりましたよ、2つが。いや、これは嬉しい。ちょっとラムネ嬉しさのあまり食べちゃいましょう。普通はこの端からこうやって点線になってて、ちょっと破けちゃった。このように中が開けるようになってまして、ここで8種類の台の作り方が書いてあります。まず最初に出たこちらもみじシューターから作っていきたいと思います。こんな感じでね、はい、テープを剥がすとこういう感じでパーツごとに分かれて入ってます。チョキ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 、もみじシューターはこんな感じです。セット内容はこれをちょっとうまい具合にバリが出ないように切り離しましょう。バリが2つとも取れたので、これを両サイドに、あれあれこれ、あれこれ、あれ、あ、そこなの、ちょ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 、ごめんなさい、今気づいたなって、今ね気づいたんですけど、ここのこっちとこっちで大きさが違いましたね。短い方には短い方、長い方には長い方で、もここにもみじシューターと入ってます。あ、これも取れるみたいですね。はい、で、よく見るとわかるかな。ここにね、ほら、イカちゃんがいるのと、こっちに、スプラトゥーン、これに、ちょ、カメラ伝わりですね。スプラトゥーンってここにロゴが入ってます。で、これを、見て、おー、なんじゃ、もみじシューターの完成でございます。すごいですね、中が透き通ってる感じ、もう透き通ってますね。ここはさすがに明らかですね、まあ見て飾るみたいな感じ。本当にね、もう中のホースのところまで忠実に再現されてて、もういかにもね本物のような、そのまんま自作したって感じですかね。これもしっかりとカチャッとはまって台座があるので安定して可愛く飾れる感じですね。そして次、エスプラシューターコラボでございます。こちらも開けていきましょう。あの今回のね、あの武器コレクション2の中ではこれ結構有名な武器じゃないかなと思います。あの寿司コラとか言いますよね。じゃあこちらもチョキ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 、出ました。またこのパーツがあります。バリが出ないように気をつけて、これでバリが出てしまったらこういうハサミとかでバリを分かる、なんか落としていきます。はい、そしたらまたね、小さい方と長い方があるので、短い方です。ここにこうやって、おっと、はい、
で、こっち側も、よいしょ。そしたら、こう置くと、おー、いいですね。はい、というわけで、両方ともできました。こっちが、もみじシューター。で、こっちが、スプラシューターコラボですね。まあ、スプラシューターコラボは、まあ、このね、印象的な、このロゴが入ってます。まあ、両方ともロゴが入ってるんですけれども、本当にしっかりとしてますよね。またこのスプラシューターコラボの中も、このね、インクを入れるようなところも若干透き通ってる感じですね。まあ、もみじシューターほどは透き通ってはないんですけれども、まあ、明らかに中にインクが入ってるっていうのをね、ちょっと、醸し出してるような感じです。まあね、素材もしっかりしてて、塗装の塗りやすりみたいなのもね、至って目立つところもなかったので、すごいいいなと思いました。というわけで、1個410円と高いんですが、まあ、全国でかわかんないけど、まあ、食玩コーナーに売ってるので、ぜひ買ってみてください。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。ババ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 バ